Select your character. Falkenheim or Helsing. はい、じゃあ今日の優勝者、ジェダイマスター対キリスタンのカルルですね。25対25、これはもしかしたら今日で人が生まれるかもしれないですね。まあもうカルル3人ぐらいいるからもういいんじゃないかなそろそろさあこれが1本目。さあジャンビーで触って、さあカルル1人でも結構いけるのかな。さあ A、C で触ってカメアジ持っていくでしょう。 D、1から BBC、 さあバックテバックテ、さあ D、2A で割り取っていく。オオカミゲージがないのでなかなか前みたいに一応攻めてみたいのは難しそうですね。さあ AC が当たってタックル BBC、さあまた足でもしくやはりこうヒットアンドウェイで戦う感じなんですかね今回は。まあアレゲージの回復が今回かなり早いんでマテカンを目指したいでしょうね。さあスルムでこれはカル君なら足るかな。大丈夫、もうずっとやってるんで。さあ1本目取っていったのは馬のエバルチェン。とりあえずバランス置いてショックが、そこで2パーしか回収しないですね今回は。あんまゲージがたまらない。さあまたしても画面端、さあ A が当たったがそうと続かず、ここはヤツ君が狼ゲージを使ったのでかなり美味しい感じでしょう。さあしかし上は見ている馬の目。さあ軽くちっちゃいか 5C が当たらず、さあここでくんなげ C から B が当たらず、やっぱこうもしづらいですね。バルーはじゃない、あのアニマも今回結構性能が変わって空中でも劣るようになったんでめんどくさいですよね。バーみたいに強打攻撃やって削ろうと思ったら掴まれて結構痛い攻撃してんのあって。さあなんか叫んでいますが狼ゲージがなくなってここで復活。さあ中が画面端スラスを、ここはジェダしっかりガードしている。しかしこの中段見えづらい。叩いてどうする。さあお互い触りたいが C は当たらず C。さあ触ってどうする。おつめガチャン。さあ A が当たってバスト。ガチャン。さあ C が当たって、最後はジャンシー。さあというわけで馬の骨が1本先取。紙はある、ありがとうございます。B 兄弟気づけばモノリスがいる。そしてモノリスはスーツ、あいつがスーツ着るとか決まったとはね。まだ出ない、まだ出ない。さあというわけで松本君ありがとうございました。さあ2試合目、まあこのゲームどこを一番見なければいけないかというとやはりお互いのゲージ、まあやらざるを得ないですよね。こうなるとパルルはこれで置き止めにゲージを使わなかった。嫌な読み合いだが、お互いこれで OD に入ったことで回転率は速い。素晴らしい投げ込み。あれね、緑ってことはね、簡単に言うと重なってないんですよね、綺麗には。 4D も避けてテネレッタですね。旧テネレッタ新 4D というべきでしょうか。
鬼ジャンプ A が確定したっぽい。ジャシーダウンでフォーコーってめ、ガーキャン読んでいるのはチリカレル。まあカレルクローバーというキャラクターと向き合う以上これは絶対に避けられない。先にバーストが返ってきたのは馬の方ねでしょう。お返ってくるよね、返ってきた BBC。 おぎの目はそうですね、姉がまだかなり離れているところにいたのでこれは攻めれるでしょう。チョップ、おじいちゃんの一人のコンボで3330、結構減ってんじゃねえかよ。ロシーで地上戦やって、ここは狼獅子導ローゼン BBC。 まあ彼の強みですよね、ああやって置き攻めを拒否できる。こうなってくるとお互いゲームメイクがちょっと難しいが、ブレーキジャンプ、何事もなかったかのようにブレーキジャンプ。お互いバースト完全五分の状況から、まあやっぱカルルのさばき方でもどのキャラでも見ておきたいところ。ボランティ、やはりカルルを狙うところは先に飛ばせてそこを落とすという思考。ボランティがどうしても目に入る。フォーコレ一回やり直し、四人避けて突っ込んできたな。馬の骨チーチドだからこれ結構痛いんじゃないの。前線は刈り損ねてフォークをつけたが勇気のある下段。置き攻めはバックステをしっかり勝っていく、これは素晴らしい。今のところ確か宗家筆頭が3人、カルル、カルル、ジン、そして英雄流星が1人、英雄ですね。馬の骨がそこに今片足を突っ込んでいる状況でしょうか。果たしてまだ出ない、逆にこれチリ君ランクダウンマッチ、やはりコーナーになってくると逃げられないな。この定め、まあ結局ね、5先とかで連戦する形になると絶対にあの連勝連敗っていう流れは存在するんで、どうあがいても流れっていうのはあるんですよね。そこをプレイヤーがどれだけ頑張って引き戻せるかが腕の見せ所。はあ展開が早い。おじいちゃん一人でカールル君をしばいていく。ボランテ来ているがここは一旦我慢の体勢。いろいろあった結果ガーキャンしていく、最も効率のいいゲージの吐き方ではないでしょうか。今のがタイク、そうなるとバルケン非常に強い。狼C でマジレスを見せていく。ボランティ、ブリオラインをゆっくり上げてきたな。チリで捕まえたぞ。さあそうなるとカレルの圧倒的な攻め継続能力、ロッキー立って生 OD をして6へ。ここはガードしていくな。チリアレグレットがねほぼ段角に近いんですよね。あれがロッキーガードして結果往来で攻め勝ってるの馬の骨。素晴らしい集中力を見せていく。ここは耐えるしかないが前転を通してしまう。ガキャン、即ガキャン。フォークは終わったところで姉ちゃんを
バシバシ殴っていく。 BBCE 大きめドーツンのチャージキャンセル OD、 イレンコンビーダーが当たれば勝っている。こちらもキャンセル OD、 ボランテがヒットして、ガキャン、ラピキャンしたが、そこはヒョウリタクが待っている。お互い OD という形で使った状況。初手取ったのは馬の骨。こうなると受けざるを得ないが、チョップガードして、ゲナムガードして、まだ狼ゲージは残ってる。さあもう一旦スキー直し、ボランテをジャンプでいなす。人形が動こうものならその前に狼の速い軌道でそれをしばいていく。ローゼン CCB、 失礼 BBC、 ひとまず降りしたものの、ここは押していくのは馬の骨。さあ3連勝という形。いや、かなりあり得る。でも地力下がっちゃったから、あ、出るならここかな、多分。あ、でもロダムがいい。さあ4試合目、ボランテ、まあやることはやはり変わらず、 8D がここで大事故。カルルが触ってどういなすか。ここは EA 使ってしっかりやり直し。これはね、あのどのキャラでもできることなので見習いたいところではあります。そして、あ、やっぱね、あの今の馬田もやってみて思ったんですけど、あの姉が起動終わった後に徹底して殴って倒さないとダメですね、絶対に。あのわずかでも残すとやっぱり次の弓矢が面倒くさくなるんで、あれはカルルのまあ短所というか弱みでもあるんで。しかし無情なる 4D からの表裏タグ、ここで不可思議弾のような形で崩れていく。投げもしっかり抜けている。どこ行く、どこ行くの、どこ行くの、帰ってきて、やっぱりね、今回、まあ、最近話題にもなりましたが、あのステアレー、地上戦において最強の突進性能を持っている。やるよね、絶対やるよね、今のやると思った正直。まあさっきね、一回読み合いがあったんで、あれで見てたんでしょうね、仕込みを。さあこの読み合いになってくるとめちゃくちゃ面倒くさい。しかし逆を返せば、初手投げているから OD するとかなりカルルも困ることになるはず。まあリスクは背負ってますね、どちらかの形で必ず。家は冷静に避けながら、そうボランティくるんです今回。リバーチで逃げていくのはチリ。さあ捕まえた。ゲージもない、 OD もない、つまりやるしかない。しかしこの一度崩れたことによってバルケン側の家で溜まっている。それを見透かしたようにやってくるのはカルル君。これは、あ、嫌な感がする。カウンターもあって一気に持っていく。さあここでチリカルル一本取り返す。まああの投げの読み合いは嫌ですよね、ここで入ってくると。ちょっとここであの読み合いが入ってくるとだいぶ面倒くさくなる。
さあ見直しましょう。6タイプついに出たタイプ、テステでカールルの打撃を避けていくオーディー、まあやるよね、イエスでやり直し。この間に姉ちゃんゲージはすごい勢い溜まっていく。狼タイプこれはかなりいいコンボ判断じゃないのか。もし漏れていたご覧で下段タイプよく通し切った今のブリオ、カルルの圧倒的な理不尽。アークさん見てますかあれ。しかしカウンターだったので拾い直しもたやすくできる。ここはさすがにやり直す。しかし下段ここで打てる。EA という意識があった中でよくスカシゲダン仕掛けましたね今。さあブレーキジャンプ A で初手取ったのは馬の骨、チョップ立って素晴らしいガードを見せているのはチリローゼン BBC。 さあしカウンター一定のが入って、さあ愛禅も入れて3000ダメージ、甘えるんじゃねえぞという馬の骨の強い攻めたく。ご覧で 2D で一瞬嫌な風気を見せるものの空対空競り勝っていくのはカルル、出てもしっかり勝って 6DBBC でダウンで 2D のパン投げ読み合い、即バースト入ったの馬の骨、ここで一気に決め切りたい。地上の 5C センターを狙っているのは馬の骨、ヒメルはしっかり投げ抜け仕込みをやっている。ボランティを受けて帰ってきて、さすがにバースト、画面上でいろんなものを見なければいけないこの時間、さすがにここでアギャン、しかし時間か、これは耐え切ったのは馬の骨、素晴らしい集中力。いや今のは本当に頑張ったね、今のは本当に頑張った。ブリは当たった時終わったと思ったけど、やっぱああいうブリを見ると怖いな、あのキャラは。ボランティアやはりこの形は変わらない。あーごめんなさい言っときますよ、馬の骨これリーチです、41です今。ブレーキジャンプ A からの下段タグ、バクステの硬直に刺さる形、ここでオーディを使って EA をしっかり連携に組み込んでいく。あれでも便利そうですね、結構絶対にこの後アクティブフローに入りますしゲージも返ってくる。さあ素晴らしい立ち回りを見せていくのは馬の骨、ジャニシー使ったところにはオオカミ C という最高のマジレス、 BBC ディストーション、先にリーチをかけていったのは馬の骨。さあ初手触ったのは馬の骨で、お狼 A だったかな多分、まあ、カルルのジャンプに対して 5A を置いて先出しに勝利。しかしダウンを取ったのはカルル、ここは集中力、
投げたく強烈なまでの4択5択投げたく、まあなるよね、そうなるよね、これは仕方ない、もう読み合い、これはある程度 6C 使って 6C、 何が何でもチリ君も負けられない、バックスレイなしてジャンプへ連打、もう何が何でもという強い気持ちがにじみ出ている。さあこれがどう読み合いを影響を及ぼすか、そのチリ君にしては珍しいですね、 6C 使ってもう一回 6C とかは結構あんまり普段見ない、まあ、やっぱ連戦するとこういう風に変わっていくんですよね。いやだいぶ出てる。しかしバルケンハイの無情なる画面端、ブリオいって縦横無尽に駆け回るのはバルケンだが、なかなかゲージが回復しない。ここで捕まえたのはバルケンか、対空しっかり見せて画面端へご招待。まあバルケンステップ見えてたんでね、今のは EA ほぼ打ちますよね、 EA じゃないボタン押しますよね。ガーギャン馬の骨のやっぱり上手いところは、ああやって的確なところでのガーギャン、もちろん読まれることはあるにしても割とあれで綺麗に向こうのハメを回避している。 BBC さあ勝負ところチョップ、コンボミスって上りジャンシーで勝利したのは馬の骨バルケンハイン、おめでとうございます。というわけで、まあ長らく時間かかりましたけども、本日のチーム王領杯、1月8日分